SCP-247-JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-247-JP はサイト8180の小型収容用ロッカーに保管されています。許可がない限り SCP-247-JP を直接視認しないでください。 SCP-247-JP1 は SCP-247-JP との接触を禁じます。説明。 SCP-247-JP は黄鉄鋼で構成されている。成人男性の人差し指にはまるサイズの指輪です。指輪の表面には愚者に愚を、指揮者に功をと彫られています。 SCP-247-JP は独自の判断基準に当てはまる人間が直接視認した場合、 SCP-247-JP は黄金でできた指輪であると確信します。以下この確信した人間を SCP-247-JP1 とします。独自の判断基準については下記の実験記録を参照してください。SCP-247-JP1 は、SCP-247-JP は黄金でできた指輪である、ということを周囲に言い伝えようと試みます。これによって伝えられた情報による弊害はありません。SCP-247-JP が SCP-247-JP1 の手の指に装着して8時間が経過したとき、SCP-247-JP は自発的に発火し、摂氏薬、炉の炎が発生します。1個の炎は SCP-247-JP1 にしか燃え移ることはなく、SCP-247-JP1 が死亡するまで鎮火しません。炎によって SCP-247-JP1 はやがて死亡します。死後、黄鉄鋼が SCP-247-JP1 の目の前に出現します。この黄鉄鋼は SCP-247-JP1 の体重に比例しており、また、特異性は見られません。SCP-247-JP 実験記録一覧。特に表記がない限り、被験者には事前に SCP-247-JP の構成材料を黄鉄鋼という鉱物であると知らせている。実験記録24704、対象 D-2650、実施方法 SCP-247-JP を直接視認させ、どういう風に見えるか質問をする。結果 D-2650 は質問に対し、SCP-247-JP は金の指輪であると発言した。実験記録24705、対象 D-5497、彼は無神論者である。実施方法実験記録24704と同様。結果実験記録24704と同様。実験記録24706、対象 D-5863、カルト宗教のリーダー。敵対宗教団体の信者に対し集団暴行及び拉致の指揮を行い逮捕された。実施方法実験記録24704と同様。結果 D-5863 は SCP-247-JP を黄鉄鋼の指輪であると発言した。実験記録24707、対象 D-6295、カルト宗教の信者。カルト宗教のリーダーの暗殺未遂により逮捕された。実施方法実験記録24704と同様。結果実験記録24704と同様。実験記録24710、対象、研究助手、23歳の男性、真面目な性格で外交的である。実施方法実験記録24704と同様。結果、研究助手は SCP-247-JP を黄鉄鋼の指輪であると発言した。実験記録24711、対象、研究助手、32歳の男性、実験記録24710の対象と似ている性格だが内向的である。実施方法実験記録24704と同様。結果実験記録24704と同様。実験記録24713、対象女性財団職員、21歳、
彼女は高慢な性格である。実施方法実験記録24704と同様。結果実験記録24704と同様。SCP-247-JP1 となる対象は全員。何がしかの罪を負っているか。一定の分野に対して無知である人間のようだ。しかし、罪、や、無知の判定には自己中心的な考えが多分に含まれているように思える。榊原博士。ホイイカは SCP-247-JP と同時に回収された殴り書きの英語で書かれた文書です。回収記録247。金の指輪をはめた愚者は燃えて死に、目の前に、愚者の黄金が現れる。とっても皮肉なものだろう。Are we cool yet?